ワジャはプロトンが製造販売していた自動車である。2000年8月に発売。三菱カリスマ及び初代ボルボ S40 のプラットフォームが用いられ、マレーシア車としては初めて独自に開発されたモデルでもある。また、プロトンの CI もワジャの発売を機に変更された。1990年代末からプロトンのカンプロエンジンと共に開発が進められたが、 ワージャの開発完了時には、カンプロエンジンの開発が完了していなかったため、2006年1月に S4PH 型カンプロエンジンが搭載されるまでは、三菱自動車工業の直列4気筒1.6リットル、サイチェ C4G18 型エンジンが搭載された。また、2002年には、ルノーの1.8リットル DOHCF4、P 型エンジン搭載モデルが発売されたが、 マレーシア国内では、欧州製エンジンへの信頼性が低かったため、販売は振るわず、翌年には廃止された。トランスミッションについては、1.6リットル車には4足、オートマチックトランスミッションあるいは5足、マニュアルトランスミッションが、1.8リットル車には4足、オートマチックトランスミッションのみがそれぞれ用意される。2006年中旬には1度目のフェースリフトが行われ、 テールライトのデザインが若干変更された。その後、2007年1月19日に2度目のフェースリフトが行われ、フロントグリルのデザインが変更された。2005年末には、ペルダナ V6 に用いられる、三菱自動車の V 型6気筒2リットル 6A12 型エンジンを搭載し、ホイールベースが延長された、ワジャチャンセラーが発売されたが、2007年のフェースリフトは行われず、 フロントグリルのデザインは初期のものと同一のものが装着されている。また、トランスミッションは4足 AT のみとなる。2001年4月にイギリス市場へインピアンの名称で輸出が開始された。バジャは硬さを意味しており、ボディが頑丈であることを表している。また、イギリスでの社名であるインピアンはマレー語で夢を意味する。ありがとうございます。